はいどうも、アムです。今回はね、こちら低身長でも着れちゃうユニクロのロングコートを紹介していこうと思います。よくコメントで質問来るんですが、このコートってまあチビでも着れますかとかね、このコート164センチなんですけども着れますかとかね、よく質問いただきます。僕と同じ低身長でコートのね選択を非常に迷ってる方多いかなと思ったんで、今回はねユニクロの1万円以下で買えて、かつ着丈も短めでベーシックで誰にも似合うコートをね持ってきたんで紹介しようと思います。企業案件ではありません、自腹で購入します。では本編参りましょうか。せーの、代々木展開じゃん。ではね、早速今回紹介していく商品がこちらのねシングルブレストコートでございます。近すぎました。シングルブレストコートでございます。でこちらのシングルブレストコートですね、お名前がですねシングルブレストコートでございます。なんで2回言ったんやってとね、やってみましょう。カラーがねブラウンとネイビーとありましてですね、ブラウンもね非常にこう可愛らしくてトレンド感があったんですが、今回はね誰でも似合う定番をね紹介したいと思ったんでネイビーをね持ってきました。これで紹介するの多分3回目だよな。2年前に1回やって、1年前に1回やって、今年って感じでね3回目で、多分例年ね L サイズとか大きめをね紹介していたかなと思ったんで、今回はねジャストサイズの S サイズをね1回買ってみました。素材に関してはですねポリエステルレーヨンアクリルでございまして、全部化学繊維ではねあるんですけども、あそこまでね安い感じはしないと。はい、持った感じで、ね、まあ説明上では軽いって書かれてますけども、やっぱねそれなりのやっぱロングコートではあるんで、しっかりね重量感はねあります。こう紹介してこう手がしんどいぐらいね重量感はねまあしっかりあります。まあウールコート、メルトンコートのその部類からしたらまあそんなに、ね、まあ軽い方なんかなって感じかな。うん、結構重たいですよ。うん、普通に説明ではね軽いって書いてます。でね、毛足がこう短めのねメルトン生地を使われておりましてですね、ウールが入っていない分、まあそこまでねあったかくはない、防寒性はねないんかなと思いますが、まあ一応ね裏地がついておりまして、風をこうしのぐ性能はねまあそれなりにあるんかなとは思っております。はい、でね、まあ先にね防寒性について詳しくね話していく前に、お値段について話していくと、こちらね9990円です。はい、まあ例年7990円で買えた気がするんで、まあ、2000円ぐらいで、ね、値上げはされております。ただね、まあ、ちょいちょいセールでやってるんで、まあその時にね買っていただくのがいいかなと思っております。一応今回僕は9990円でね買ってきました。ほぼ1万円ですね。もうお年玉でもらったらねめちゃくちゃ嬉しかったの。1万円がね動画のためにもうサクッと使っちゃうっていう、身を削ってね紹介していこうと思います。はい、お年玉の1万円嬉しかったよな。逆に3000円やった時のあのがっかりな、もう俺嬉しいはずやのに、まあ嬉しいはずやのに3000円やった時のがっかりは やばかったよな。うん、懐かしい。お年玉でも、このお年玉トーク止まらんけど、お年玉でな、クラスに一人二人はさ、10万円ぐらいもらってるやつおったよな。あれすごない?今思ったら。10万だ。やばいよ。で、ポケット構成に関してはですね、こちら前に、1、2個、で、ね、ちょ、胸ポケットも結構大きいのがね、ついておりまして、まあ胸ポケットにはね、携帯 iPhone 13 mini が普通に入るぐらい、すっぽり入るんで、まあ、それなりのね、まあ財布とか、携帯とかはね、普通に入るような、サイズ感でございます。で、ね、まあ、横ポケットに関しては結構大容量ですよ。財布とね、このマイクを今充電してるこの充電器、充電器も財布もね、全然入る。これで携帯もね、入るぐらいの今容量がね、あるんで、大容量ですね。うん。メガネケースとかも楽勝に入っちゃうんで、めっちゃ容量大きいや、ポケットの。カバンいらんすね。うん。まあ、普通に男性やったらカバンいらんぐらいは、ハンドクリーム、携帯、財布でね、全然いける容量が入ります。まあ皆さんこう手先でなんか飯食った時になんかこう味薄いなみたいな思った時に、この大容量ポケットがあると、このね、まあゴマだね、こうもうバカでかいこのゴマだね、はい、これどこのやつ、これ徳島産業株式会社さんのこのごまだれ。もうね、すっぽり入っちゃいますんで、僕ね、ごまだれの味やったら全部ね、うまく感じるんですよ。まだもうごまだれをね、入れれるってことはね、もうすごいね。うん。なんでも入る。
まあ今のボケはね、そんなに面白くなかったんですけども、まあ何でもね、あります。話がそれていた防寒性に関してですが、僕ね、これを着て、生田の里、まあ冬の生田の里に2年ぐらい前にね、行ってるんですよ。当時マッチングアプリで知り合った、まあ好きだった子と、2回目のデートで、生田の里に3時間ドライブして行くというね、狂気のデートをね、したんですけども、今思ったら怖いよな、したんですけどもね、そこでですね、シングルブレストコードに、ユニクロのプレミアムラムクルーネックセーターとかな、確か。にスマートアンクルパンツで行ったから、全身ユニクロの定番コードでね、行ったんですけども、その時ですね、イルミネーションってさ、めっちゃ寒いやん。めっちゃ寒いイルミネーションデートでしたが、シングルブレストコードがあったんで、暑がりめな僕でしたら、このコート1枚で、冬の野外デート。耐えれました。それぐらいのコートではあります。吊り橋効果っていうのがね、ありまして、その子にね、僕のことを好きになってもらおうと思って、ナバーナの外にある高いところに行ってぐるぐる回るみたいななんかアトラクションがあって、それにね、乗ったのを覚えておりますね。高いところでぐるぐる回ってもう相当寒いやん。冬の高所で回るって絶対寒いけど、このコートがね、あったらね、耐えれました。防寒性ね、そこそこあるんじゃないかなとね、思っております。じゃあね、あとは着ていきながら話します。はい、じゃあ早速羽織っていこうと思います。うわ、結構、やっぱね、薄いからね、タイトですね。あ、後ろのね、仮止めの糸をつけっぱでしたね、ここ、糸。これですぐ取ってください。これね、つけっぱでよくね、僕折ったんですがね、これ取るもんなんで、すぐ取ってください。はい、164センチ55キロで、S サイズをね、今ね、着用してみました。結構やっぱね、S は今までこう L とか買ってきたし、最近のこうトレンドだとさ、ここの、脇が落ちていたりとかさ、肩が落ちていたり、身幅が広かったり、結構オーバーサイズでね、作られることが多かったんけども、S をね、着用感はね、ほんまにこう、ジャストな感じがします。でね、L サイズを買っていたので、よりね、こう、顕著に出ていますが、今回ですね、着丈がね、少し短くね、設計されているんですよね。例年よりもこのサイズ表を見た感じ、3、4センチ、多分ね、短くなっているんで、よりね、こう、低身長でも、着やすくね、なっているんかなとね、感じております。で、今はね、こう、靴を履いていなくて、身長も漏れていないんで、そんなにかっこよくね、見えてないんかなとは、正直思いますが、ただ外に行く際ってみんなね、絶対靴履くんで、靴をね、履いても着用してみようと思います。チャック全開と。はい、着用してみました。中がね、ユニクロのプレミアムラムクルネックセーター。こちらがね、動画でも紹介したアイテムでございまして、パンツがね、ステルバイハンドの今年の新作のウールパンツをね、履いておりまして、靴がね、ハロゲートのグリニッチをね、合わせております。いかがでしょうか。で、カラーが一応これね、ブラックに見えてるかもしれませんがね、ネイビーっていう扱いなんですけども、ブラックっていうことにして、色合わせもね、合わせております。グレー×グレー×ブラック×ネイビーなんですけども、見え方はね、ほとんどブラックなんで、こんな感じでね、モノトーンコーデっぽくね、合わせてみました。いかがでしょうか。左、後ろ、右、そしてワーム。はい、大滑りですね。ありがとうございます。誰もいない、もうシーンってねしてますよ。本当にね、静寂です。東京のど真ん中、静寂で、やっていきましょう。よくね、コメントで言われます。こいつの動画、共感性周知やばいと、見てられへんとね、来ます。同意です。はい、僕もね、見てられません、僕の動画すいません、なんかはい、ね、こんな感じでモノトーンでね、合わせていただけると絶対間違いないんで、もうこれで合わせてください、絶対。はい、こんな感じです。で、さっきのパンツがユニクロじゃなかったので、どうせやったらね、全身ユニクロでってことで、ユニクロのヒートテックスマートアクルパンツのブラックのサイズ73とですね、こちらコートを合わせてみました。全身ユニクロっすね。いかがでしょうか。これでも普通にね、トレンドっぽくはないけど、これできてこいつダサッとはね、ならへん格好っすよね。普通に普通清潔感もまたね、普通に普通だと思うんで、普通にオシャレで清潔感があって、女性からノーと言われない格好をしたい方はね、もうこれで十分です、正直。普通には。はい。でね、このコーデのポイントに関しては、トップスとパンツをね、黒系のアイテムでね、合わせておりまして、そこでね、こう、黒いね、縦のラインがね、できてるんですよね。靴も黒やし。なんで、この黒い縦のアイラインを作ることによって、スタイルがよく見えますので、
よかったらね、お試しください。低身長の方はね、アイラインを意識していただけると非常にね、かっこよく決まりやすいです。まあ、きれいめなコーデが多かったんで、次はね、カジュアルコーデに、まあ、挑戦してみたいなと思います。まあ、色はね、こちらコートネイビーなんで、ネイビーとブルーのデニムはめっちゃ相性良くて、プラスでね、ネイビーとホワイトもね、相性いいんで、こちらを選んでみました。はい、こんな感じですね。さっきまではね、ビジネスライクなとこでもまあ生きるのかなって感じだったけど、まあ今回ね、私服をイメージしてね、カジュアルで着てみました。この場合やったらコートね、ワンサイズアップしてもいいんかなとね、思っておりますが、まあ色彩的にはね、かっこいいかなと思います。はい、宮城いいです。はい、いや、なんだしたいです。はい、しよしですね。はい、で、靴もね、クラークスのワラビをね、持ってくることによって、全体的にですね、柔らかい、休日のね、いい意味でのお父さんをね、まあ、意識して、コーデを組んでみました。うん、勇気ってことでね、カジュアルな格好が好きな方には、こういったコーデもおすすめでございました。はい、3つのコーデを紹介していきました。ぜひ参考にしてください。はい、ということで今回こちらのシングルブレストコートを紹介していきました。ぜひ参考になったら高評価をお願いします。このチャンネルではですね、低身長でも低コストでかっこよくなる方法を発信していますので、ぜひですね、チャンネル登録と通知のベルマークをお願いします。ではまたお会いしましょう。以上、バムでした。アリブテッサタダ、バイバイ。